こんにちは。あさこのクラフトメモです。前回作ったパターンを使ってベレーを縫っていきます。こちら出来上がりサイズ頭回り61センチです。55センチ四方の布を2枚用意します。バンダナと同じぐらいの大きさです。パターンをバイアスに配置してカットしていきます。 チャコペンででで印をつけててハサミでカットしても、OK、です。私はあのパターンをテンプレート代わりに直接カットしています布をカットしましたら合印をトップクラウン4カ所サイドクラウンには2カ所つけていきます サイドクラウンを中表に合わせて、縫い代九ミリで縫い合わせます。縫い始めと縫い終わりは、開始縫いをしてください。縫い代をアイロンで割ります。そうしましたら、今度はもう一度サイドクラウンに合い印をつけていきます。 先ほど縫い合わせた縫い目と合い印を合わせて重ね、端に折り目をつけます。この折り目が合い印になります。上下の折り目、両方に印をつけてください。 二枚目のサイドクラウンも先ほどと同じように合い印をつけます。縫い目と最初につけた合い印を重ねて折り目をつけて合い印を上下につけてください。印をつけ終わったらトップクラウンとサイドクラウンをクリップか待ち針で仮止めをします。まず4箇所。 合印を合わせて止めます。このサイドクラウンの縫い目を、まあ、合印の一つと数えます。そこ合わせていきますね。 合印を合わせて止めましたら、今度は止めた印の間をまた仮止めします。クリップとクリップの間の真ん中あたりを指でつまんで、布端同士を優しく手繰り寄せながら合わせていきます。クリップで止めた布の間を優しく手繰って、布端を合わせて止める。 の繰り返しでぐるっと周りを仮止めしていってください。 もう1枚も同じようにクリップで仮止めしていってください。4箇所の合印をまず合わせて留めてそしてその間をまたクリップで留めていくというのをぐるっとやって留めていってください。 仮止めをしましたら次にトップクラウンとサイドクラウンを縫い合わせます。縫い代は9ミ、mm、リです。右側の黄緑色の紙は付箋紙です。5、6枚重ねたものをステッチガイド代わりに使用しています。縫い始めは返し縫いをせず、そのままずっと直線で縫っていってください。ステッチガイドに 布端を少しずつ合わせながらゆっくり縫っていくとステッチの幅が等間隔になりやすいと思います。ぐるーっと縫い始めまで縫います。ぐるっと縫い始めの方まで。 戻ってきましたら縫い終わり縫い始めと2 3センチ重ねて縫い合わせますこのベレーは縫い代を少し多めに取ってあるんですけれどアイロンで縫い代を割る作業が多くてその縫い代が少ないと作業が少しやりにくいのでちょっと多めに取ってあります はい。2枚とも縫い終わったら、縫い代をアイロンで割ります。アイロンをかける前に、指でこの縫い代のところを開いてあげると、アイロンがかけやすくなると思います。 とそしてあのアイロンをかけやすくするためにミニアイロン台としてキッチンタオルを折ってくるくる巻いたものをゴムで留めて使っています。でこの角のところと縫い目のところを合わせてあのアイロンをしてあげるとかけやすいアイロンがかけやすいと思います。 まあこの縫い代を割る作業はめんどくさいと言えばめんどくさいんですけどやっぱりリバーシブルで使うものなのでこの辺をきっちりやっておくと後でゴロゴロしないで綺麗にスムーズに仕上がると思いますのでしっかりアイロンをかけてください もう一枚の方もアイロンかける前に指で縫い代をちょっと割ってあげるとアイロンがかけやすくなるのでちょっとゴシゴシちょっとやってあげてください。そしてさっきのミニアイロン台の角と縫い目のところをちょっと合わせてアイロンをかけます。 アイロンをかけ終わりましたら今度は中表に合わせてかぶり口を仮止めしていきます先ほどのトップクラウンとサイドクラウンの仮止めと同じ要領ですこちらはカーブがあまりきつくないので作業がだいぶやりやすいと思いますまずサイドクラウンの縫い目同士を 合わせて止めます。そうしましたら、次の合印、3箇所止めていってください。 ぐるっと仮止めしましたら、返し口の印をつけておきます。えっと、返し口は、まあ、あまり大きすぎても小さすぎてもあれなんですけど、今回は6、7センチぐらいがちょうど良かったので、そのくらいをつけておいてください。えっと、秋止まりからぐるっと まあ、返し縫いをまず最初にして、ぐるっと一周、次の秋止まりの印まで縫っていってください。 空き止まりの印まで来ましたら、また返し縫いをします。そして返し縫いをしたら、一旦糸をカットします。この空き止まりですけれど、このままでもいいんですけれど、今回はしつけステッチをかけました。その方がやっぱり仕上がりが綺麗に。 なりますのでやっぱりリバーシブルで使うものですのでこういう細かいところを気をつけてあげると本当にきれいに仕上がっていい感じになると思います。もちろんあのミシンでかけてますけどこのしつけの部分は手縫いでも OK です。そうしましまたら アイロンをかぶり口にかけます。縫い代をトップクラウン側に倒してアイロンしてください。今度はひっくり返して、 反対側も同じように縫い代をトップクラン側に倒してアイロンをかけます。 アイロンが終わりましたら、今度はしつけ糸を抜いて返し口から表に返します。のしつけ糸をぎゅっと引っ張って抜いてあげてください。この返し口の方から優しく、あのなるべく優しくしてあげると、この端っこの縫い目の方が。 外れてくることがないのでちょっとゆっくりゆっくり優しめに引き出していってください、はい、表に返しましたら。 この境目のステッチの上に軽くアイロンをかけます。これは本当に軽くでいいです。あの上の方に浮かしてスチームをちょっとかけてあげると縫い目の方が落ち着きます。2枚の布を重ね合わせます。この被り口の方をきれいに ちょっと指で折ってあげて、なじませて、いってください。このなじませましたら。えっと、この、あ、ちょっと飛び立った糸。は、あの、切っちゃって、切ってあげてくださいね。この被り口を、なじませましたら。 今度はアイロンでしっかり綺麗に押さえるという作業をしてくださいこの返し口の方ですけれども えっと、あの手でまつってもいいですし。ぐるっと周りにトップステッチをかけてもいいですね。はい、これであのベレー帽、リバーシブルのベレー帽完成です。仕上がりはこんな感じになりました。サイドクラウンを深めに、あの取ってあるので。 かなりあのゆったりした感じのお帽子に出来上がりました。で、すっぽり深めにかぶることもできます。こちらはサンプルで作ったフランネルのベレーです。ギンガムチェックのベレーです。こちらは大きめの花柄のベレーです。 大柄も意外と綺麗にまとまるので皆さんもよろしければ色々と試して作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。